皆様こんにちは中山優馬です兄上のことが大好きな愚直な青年というかすごく人間味のあふれる、えー、感情の豊かな青年だったので、えー、笑うことも多く、えー、泣くことも多く、えー、すごくこう心の振り幅が大きいというかそういう意味では演じているのはすごく楽しかったです。自分の役が、えー、父上を あやめてしまい一族の王になるためにこう心を鬼にしてじゃないですけどでもそういう風うにこう一族を守っていくんだというような役でしたので演じている中ではすごくこう思い悩むことも多い役だったのででもそういう役どころがすごくこう考えることがたくさんあって楽しかったですねそうですねやっぱり。 劇団新幹線さんならではの大迫力の盾というのはこの作品では特に新幹線さんの舞台の中でも盾がすごく多いというふうに聞いてましたのでそこはすごく見どころかなと思います歌うシーン僕はそんなにはないんですけども唯一歌うところが何箇所かありましてその時が来るたびに今から。 歌うぞというようなまたちょっと違うスイッチが入るような、ね、そんな感覚でしたね今回「劇しめ」で見ていただけるということで、えー、本当にこの作品そして僕たちが少しでも報われたなというようなそういう思いに駆られております、えー、新幹線ならではの、えー、ド迫力の盾そしてきらびやかな照明衣装、えー、存分に笑っていただきたいと思いますので必ず元気になれる作品だと思います「劇締め」「偽吉義経明快に歌う」是非映画館でご覧ください